シュパールドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのエアランゲン・ヘイシュタット軍に属す、町村で、ウッテンドイト行政共同体を形成する。エアランゲンの北東約5キロメートルの、シュバーバッハ川の渓谷、マーロフシュタインの大地のふもとに位置しており、エアランゲン周辺地区への通勤者の住宅地となっている。この町は、 公式には、シュパールドルフ集落単独で構成されている。シュパールドルフの議会は、14人の議員と主張で構成される。図柄、銀字と赤字に左右に分割。分割線上に黒と銀で左右を塗り分けた屋根瓦が描かれている。向かって、左は黒のディッチセルクロイズ。向かって、右はデザイン化された銀のユりをつけた銀色の鹿の角。 オーストリアのビーナーベルガー・コンツェルンのレンガ工場が最大の雇用種であったが2005年6月1日に閉鎖された。この他にはブリキ工場のジャクソン・リフト・テヒニークがある。ニュルンベルク広域交通のバス路線208系統がエアランゲントの区間を運行している。シュバーバッハタールのバスターミナルへは209系統のバスがある。かつて エアラン・エング・レーフェンベルク地方鉄道の駅が町内にあったが、1963年に、この路線自体が廃止されてからは町内を通る、鉄道は存在しない。軍立のギムナジウム、エミル・フォン、ベイリング・ギムナジウムが町内にある。VDS ・シュパールドルフという名前のスポーツクラブがあり、サッカー、テニス、バスケットボール、タントラ・ヨーガや、その他のスポーツを楽しむことができる。 上記文献はドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成に際して直接参照しておりません。ありがとうございます。